ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、地味に怖い体験談を紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、能面という話だ。以前、能面の話があったけど、結構怖かったよね。今回のは、地味に怖い話だぞ。それでは聞いていただこう。以前に住んでいたマンションでの話です。11階建ての割と新しいマンションで、私は9階の部屋に住んでいました。当時は勤めていた会社が遠かったこともあり、帰宅するのは11時から12時頃がほとんどでした。時間が時間なので、いつも駅からマンションまでの夜道が怖かったんですが、その時はまだ住み始めたばかりだったので、我慢して生活していました。しばらくはそうして何事もなく過ごしていましたが、1年ほど経った時のことです。その日もいつものように遅くなり、マンションに着いた時には12時を過ぎていました。疲れと眠気でぼーっとしながらエレベーターの前に行くと、エレベーターは3階で止まっています。ボタンを押し降りてくるのを待つと、3階からなのですぐに来ました。ドアが開き、乗り込もうとした瞬間、思わず叫びそうになりました。中に能面が置いてあったのです。種類などは詳しく知らないんですが、よく見る女性の面です。それがエレベーターの床にポツンと置いてありました。その不気味さにすぐドアを閉め、夜中にもかかわらず夢中で階段を駆け上がり、大急ぎで部屋に戻りました。何あれ、いたずら？嫌なものを見ちゃったなぁと気分が悪くなりましたが、疲れもあり眠かったので、その日はあまり考えず寝ることにしました。翌日、出勤時に嫌々ながらもエレベーターを確認しましたが、何もありませんでした。やっぱり誰かのいたずらだったのかなぁ。気にはなったものの、とりあえず会社に向かいました。仕事を終え、その日も帰りは12時を過ぎていました。マンションへ着く前から昨夜のことが思い浮かんでしまい、少し怖くなっていましたが、帰らないわけにもいきません。マンションに着き、エレベーターを確認すると、昨夜と同じでした。3階で止まっているのです。また？なんで？嫌な感じはしましたが、部屋は9階なので、やはり階段よりもエレベーターが楽です。単なる偶然かもしれないし、と思い、ボタンを押しました。昨夜同様、エレベーターはすぐに降りてきて、ドアが開きます。恐る恐る中に目をやると、一瞬で全身に鳥肌が立ちました。昨夜と全く同じだったのです。女性の能面が、ポツンと置いてある。恐怖を感じた私は、すぐにマンションを飛び出し、ある友人の家に向かいました。その友人は関西出身で、若い頃、いわゆるレディースだったためか、何があろうとも全く動じない、肝の据わった子でした。ただ、お母様が強い霊感体質だそうで、彼女もその血を受け継いでいるのか、関西にいた頃は心霊体験をよくしていたそうです。私にとっては彼女が一番の付き合いであり、何かあった時などはいつも彼女に相談をしていました。その時は夜中ということもあり、びっくりしていましたが、私はとにかく事情を説明しました。能面。能面がわからなかったようだったので、うまく伝わりませんでしたが、話自体は信じてくれました。邪魔。て蹴り入れたったらええんちゃう？怖くて触れないよ、あんなの。私は怖くて仕方なかったので、翌日仕事が終わったら一緒に帰ってほしいと頼み込みました。友人は、ええよ。と軽い返事で OK してくれ、その日は泊めてもらうことにし、翌日の仕事帰りに、一緒に来てもらうことになりました。そして翌日、仕事を終え、駅で待ち合わせた友人とマンションに向かいました。ほんまにおったらどうする？邪魔。って芝居でええんかな？そしたらもう一生会うことはないな。あったら困るけど、そんなことしても困るよ。本当に怖いんだから。なぜかはわかりませんが、能面を人だと思っている友人が羨ましく見えました。マンションが近づくにつれ不安を感じながらも、友人との会話で少し恐怖感は薄れていました。ほどなくしてマンションに着き、エレベーターに近づきます。私はどうしても見たくなかったので、マンションの入り口で待っていました。友人が一人でずかずかと入っていき、エレベーターの前で止まります。少し眺めてから、友人が振り返り聞いてきました。あれ？あんたの話じゃ、3階で止まってるんちゃうかった？うん、昨日も一昨日も3階だった。今1階に来てるで。え？駆け寄って見てみると、確かにエレベーターは、すでに1階に来ていました。もちろん能面もありません。能面おらんな。階ボタンを押しながら、友人が中を見回します。嘘じゃないよ、本当に昨日と一昨日はあったんだもん。意味がわからず、私は少し苛立ち混じりに怒鳴ってしまいました。今日は用事でもあったんかのう。まあ、おらんみたいやからええやん。無視してあんたの部屋行こや。
そう言って、彼女は私の手を取り、エレベーターに乗り込むと、3階のボタンを押しました。ちょっと、私はすぐに出ようとしましたが、ドアは閉まってしまい、上へ上がっていきます。あ、間違えた。3階じゃないよ、9階だよ。ごめん、わざとやで。友人に突っかかりましたが、悪びれる様子は少しもありません。エレベーターはすぐに3階へ着き、ドアが開きました。友人が身を乗り出し、辺りを見回りますが、私はなるべく友人だけを見るようにしていました。部屋行ってまうでー。それはかなり大きな声で、3階中に響いたと思います。夜中の12時過ぎでした。何言ってるの?ふ。この時の彼女の満面の笑みは、今でも忘れません。私の部屋へ行った後は少し話をしていましたが、2時を回ったところで寝ることにしました。何もなかったとはいえ、やはり気味悪く感じていたからです。ほなおやすみ。おやすみ。友人がいるおかげか、すぐに眠れたと思います。どれくらい時間が経ったか、ふとある音に気づき、私は目を覚ましました。チャイムが鳴っていました。時計を見ると3時半、人が訪ねてくる時間ではありません。ねえ、誰かいるよ、ねえ起きて。必死で友人を起こそうとしますが、一向に起きる気配がなく、その間もチャイムは鳴り続けています。どうしよう、と恐怖でいっぱいになりながら、私は玄関に近づいてみました。とても外を覗く勇気はなかったので、ドア越しに、どちら様ですか?と小さな声で聞きました。チャイムが闇、女性の声で答えてきました。3階の〇〇と申しますが、全く心当たりのない名前で、そもそもマンション内に知り合いはいません。あ、お部屋を間違えてませんか?そういうのが精一杯でした。すると、3階の〇〇と申しますが、私の顔、知りませんか?私の顔、知りませんか?エレベーターで見かけませんでしたか?私の顔、落ちてませんでしたか?機械のような無機質な声で、一定のリズムで聞こえてくるようでした。もう恐怖で頭が真っ白になり、ドアノブを必死で握りながら、震えるしかありませんでした。3階の〇〇ですが、私の顔、知りませんか?私の顔、知りませんか?エレベーターで見かけませんでしたか?私の顔、落ちてませんでしたか?延々と繰り返している言葉に、本当に気が狂いそうになりました。何も知りません、帰ってください。半泣きでなんとかそう叫び、震えながらずっとうずくまっていました。私の顔、知りませんか?何度繰り返しても、声の調子や言葉の感覚などが全く同じで、一定のリズムで聞こえてくるのです。何も知らないです。私は半ば錯乱気味だったと思います。泣きながら、震えながら、うつむきながら、必死で叫びました。その時、ようやく友人が目を覚ましたようで、私の方に気づきました。と同時に、突然声が止んだのです。元の静けさに包まれ、そのまま動けませんでした。なんやねん、誰やねんボケ。友人が眠たそうに目をこすりながら、こちらへ歩いてきました。私はとっさに台所から包丁を持ち出し、それを握ったまま玄関の前で固まっていました。万が一中に入ってきたら、と考えての無意識の行動だったと思います。本当に恐ろしくて仕方ありませんでした。ところが、こらー、と突然友人が怒鳴り、私を掴んできたのです。そして包丁を奪い取り、思いっきり頬を引っ叩かれました。なんでや?なんで死ぬんや?わけがわからず、ぐいぐいと体を揺らされましたが、なんとか声を絞り出し、玄関の外、とだけ言うことができました。玄関の外?外がどうしたん?そう言うと友人は立ち上がり、玄関の外を覗きました。何もないで。私はもう何がなんだかわからず、ただ泣きじゃくるしかありませんでした。その夜は友人に付き添われながら朝まで起きていましたが、結局その後は何もありませんでした。呆然と朝を迎えた私たちは会社を休み、ひとまず友人の家に移動しました。だんだんと落ち着き、友人に何があったかを話したのです。すると、大体わかるわー。あの時ほんまは玄関の外におったからな。え?あれがやばい言うよりも、あんたの様子の方があかんと思て言わんかった。自殺するとこかと思ったぐらい、あんたやばかったしな。友人は玄関の外にいたものを見たらしいのですが、私の様子が尋常ではなかったので、黙っていたのでした。何が見えたの?あんた、あれだけパニックやってんから、聞かん方がええと思うけど、まあ一個だけ教えたるな、あんたがひたすら言われてた言う言葉な。今聞いてわかったけど、それ、そのままの意味やな。その一言で、私はゾッとしました。友人が見たものが想像できたからです。それ以上は聞く気になれず、友人も何も言わずにいてくれました。その後はしばらく彼女のとこでお世話になり、少ししてあの部屋は出ました。今でもエレベーターには乗れず、必ず階段を使います。能面もまともに見れなくなりました。ちなみに、あの声が言っていた名前の方は、3階にはいませんでした。あんな恐怖は二度と味わいたくありません。
そう思っていたのですが、これ以来この友人とは、いろいろな体験をする羽目になってしまいました。また、彼女のお母様との体験もあります。機会があればまたお話できるかもしれません。彼女もお母様も、どこか変わった人なので、文章にすると、どうしてもネタみたいな話になってしまうものばかりですが。これは、地味にっていうか、普通に怖くない？確かに霊的なものは姿を現してないけど、夜中にピンポン連打に、私の顔知りませんかの連呼。めちゃ怖いんだけど。この動画をご覧の皆さんは、この話いかがでしたか？ 1. 怖かった。2. いや、そこまでは。3. その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。